はい、お疲れ様です。ブレイキングダウン試合をしまして、まあね、ご存知の通り、まあ俺の負けです。はい、奥野さんが強くて、まあ俺が弱かった、もうそれだけですね。言い訳とかは一切しないんで、ね、そうですね、まあリングに立たないと堅くなに言ってきて、で最初で最後でリングで立ちましたけど、まあ結果はもうもちろん負けましたけど、なんかいい経験させてもらったかなという、そういう意味でもね、対戦相手の奥野さん、改めてありがとうございました。はい、ちょっとね、結構いろいろ言いたことあるんだけど、まずアンディ南野さん、大阪のね、今まで俺アンディさんに対して一切アンサーとかそういうの無視してたんですよ。アンディさんが俺のことをいろいろ言ってる、まあチャンネルをちゃんと見たことないんで何を言ってるかは分かってなかったんですけど、まあいろいろ挑発してたりディスってたりとかしてるっていうのは知ってたんで、ね、正直言うといい印象はもちろんなかったんですね。だけど今日たまたま会場入ったすぐに受付の時にアンディ南野さんがすぐ隣にいたんですよ隣にいたんですね。で、ああみたいになってそしたらアンディさんが近寄ってきて、あ、タイソン君みたいな、はじめましてみたいな、で、あ、自分もはじめましてっつって、で、まあちょっと軽く話してて、なんかそのイメージと違ってすごい普通の、まあ、なんつう普通っていうか、ね、おい、タイソンこの野郎とか、なんかそういうことも全くなく、なんか気さくに普通に話して来てくれて、それで、なんだ、まあインスタとかでちょっとお互い交換してで、自分の出番の時に、試合の出番の時に、見た人、生で見てた人分かるかもしれないですけど、俺入場するじゃないですか。入場して、後ろにこのセコンドとか、こう歩いてきますよね。そしたら、なぜか、アンディさんもこうやって俺の入場と一緒に入ってきてるらしいんですよ。俺、気づいてなかったんですけど、後ろからアンディさんも来てて、そんで、そしたら、アンディさんがいて、なぜか一緒に入場してて、俺に水飲ませてくれたり、背中叩いて、行けみたいなとか、あと、エンジン組んで、なんか、おっしゃーみたいな、なんか気合とか入れてくれて、で、声援とかも、すごい送ってくれて、なんかめちゃくちゃ俺のこと応援してくれたんですよね、アンディさん。すごいいい人で、見方が180度変わりましたし、本当になんか、なんだろうな。で、まあ、それ俺負けちゃって、終わった後も、俺の後頭部とかに、こう、なんつうの？氷とかずっとこうやって冷やしてくれて、ちょっと、冷たい飲み物とか、
買ってこいとか言って言って、なんか、なんつう、なんかすげえなんか、最初から最後まで、なんか付きっきりですごい、寄り添ってくれたんですよ。うん。だからね、本当に、ね、全然関係ないのに、アンディ南野さんにも本当に感謝してですね、はい、本当にありがとうございますで、これが一番ちょっとね俺がびっくりしたというか、もう 次俺が試合っていうのでバックヤードに舞台裏に俺スタンバってたんですよ。そしたらもう次の試合でね、もうスタンバってたら急にね、まあもうここではもう呼び捨てにしないでウリタくんってちゃんと言いますけど、ウリタくんがたまたま俺のところにバーって来たんですよ。バーって来て何するのかなと思ったら俺の耳元で、おひろみっつって、男見せろよっつって肩ポーンって叩いてこう立ち去っていったんですね。それびっくりして、すごいなんかなんだろうな、昔つるんでた時を思い出したというかね、俺と彼はやっぱりなんだろうな、皆さんが思ってる以上にずーっと一緒にいたし、もうねすごい言葉では表せられないぐらいのいろんな思い出とかこうね密な関係だったわけですよ。うん、でまあそれがねまあいろいろこじれて仲違いして、で、ね、前のオーディションでも殴られたりとかまあね散々いろいろあったりとかしましたけど、今日のそのね最後俺が出て行くときにこっそり俺のとこ来て、ひろみ男見せろよっつってパーンっつって頑張れよみたいな、まあそのエールをねもうたった一言だけだけどウリタ君が言ってくれたんですよ。うん、なんかちょっとジーンと来ちゃいましたね。なんかすごい感慨深いというか、だからその期待にもね、そこで俺もなんかスイッチ入ったんですよ。やってやると、で試合に臨んだんですけど、まあ試合はああいう形でね、まあ不甲斐ない形でちょっと終わっちゃいましたけど、でも上田君にもね本当になんつうんだろうな、やっぱり俺と彼はなんだろう、俺と彼にしか分からないなんていうんだろうな、絆っつったらおかしいけど、俺と彼にしか分からない思いっていうのがあるんですよ。みんなにはね、他人には分からない、それだけやっぱり深い絆があった仲なんで、だからね、ウリタ君は俺にそういう風に男見せろっつってエールを送ってくれたと思うんですよね。だから本当にこの場を借りてウリタ君にも感謝しますね。はい、本当にありがとうございますだからなんだろう、もういちいち俺とね彼、まあ俺はもう別にディスったりとかなんだりとかするつもりもないし、彼に対してねウリタ君はウリタ君で頑張ってるし、ね、俺も俺の道があるし、だからもう別になんつうんだろう、そういう過去のいざこざとかねいろいろある
いろいろありましたけど、なんかそういうのももうどうでもいいかなみたいな、その今日のその彼の一言、ヒロミ男見せろよって、あの一言でなんか俺たちのその俺たちの問題っていうのはもうあの一言で、彼の一言でなんかもう清算されたんじゃないかって、まあ俺がねその後しっかり試合で結果残せれば一番良かったんですけど、まあまあまあ、俺が負けちゃったからね、ちょっとねなんか締まりが悪いなって感じですけど、まあでもウリタ君本当にありがとうございます、はい、もっとやっぱり弟分として、嬉しかったです、はい、でまあそうっすね、だからアンディさんとまあウリタ君、あとそんなもんかな、あとはね控室が俺の控室がジェロムネバンナとかボブサップピーターアーツアーネストホースト、あのレジェンドたちとレジェンドたちにの中に俺っていうすごい控え室で、あジェロムとはね写真も撮ったんですけど、やっぱでかいね、いやいい思い出になりました本当に、で、もうさっきからインスタの DM はもう100何件以上来てるし、で、リアルの友達とかから LINE とかもめっちゃくちゃ来てるんで、ちょっと一つずつ今ゆっくり返していきますけど、ちょっと半端じゃない量が来てるんで、でも本当にね勝敗関係なくかっこよかったですとかね、ああいうなんていうんですか、まあ、3000戦とか言われてるハードルが上がってる中で出てきてね、出てきただけでも男だよみたいな、そういう感じでなんかいろいろそういう風にあったかいメッセージくれた方もいっぱいいるんで、本当に改めて応援してくれてる人にもこの場を借りてね、はい、本当にありがとうございます。まあ、格闘技とかはもう俺はノータッチなんで、まあこれからはまあなんだろうな、まあ特に何かが変わるわけではないんだけど、まあ俺らしく、俺は俺らしく俺の道を行くんで、ね、変わらず応援してくれる人がもしいるのであれば、今後もねよろしくお願いします、はい、ね、まあ最後に本当に対戦相手の奥野さん、改めて俺なんかと拳交えてもらってありがとうございました。まあとりあえず試合後の近況報告ということで、またね明日からは普通にまたバカみたいなね配信をしていくんで、はい、皆さん適当に見て適当に笑ってください、はい、じゃあそんなとこかな、以上です、お疲れ様です。